皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、採用されやすい法人向け企画書と集客しやすいイベント企画の共通点とは、ということについてお話をしたいと思います。法人向けの企画書っていう言葉を聞いただけでですね、いや私の普段の生活には関係ないわっていう方もまあまあいるとは思うんですけれども、結構ですね、先生の要望とかを聞いていると、例えば自分のレシピとかを、そういった、そうですね、法人さんとかに、買い上げてもらって、そこで使ってもらいたいとか、商品企画の打ち合わせをしたいとか、自分の技術を使って対個人、エンドユーザーではなく、法人ですね、カンパニー、会社の方にですね、そちらの方を提出してなんとかうまくやっていく方法ないかと模索する方とか、いろいろいらっしゃるので、機会があったら、法人さんと一緒にご仕事をしてみたいと思っている方は割と多いと思います。はい、私はもうそういうステージじゃないんで、全然いいですっていう方は全然構わないんですけれども、法人の企画書の作り方のコツとですね、集客しやすいイベントのコツっていうのは実は似ていてですね、それを理解して企画書を作れるか作れないかっていうのが、採用確率が高いか高くないかっていうところになってきて、法人の企画書が絶対に必要じゃない人もですね、コツは一緒なんですよ。なのでそれをちょっと今日はお伝えしようかなと思って、こちらの方の動画を撮っております。はい、まずですね、企画書っていうものは一体何ぞやっていう、話なんですけどね。企画書っていうのは、例えば自分がこう考えてその相手にプレゼンテーションをする上で、企画意図とか趣旨とか内容が端的に分かりやすく伝わるものっていうのが企画書なんですよ。で、このボリュームっていうのが、その企業さんとのお付き合いの深さとかにおいて結構変わってくるんですね。もうすでに慣れ親しんでて馴染んでて、じゃあ例えば私にその企業さんがですね、じゃあ高橋さん、なんとかかんとかのこういう企画書を作ってよって言われたら、私はその企業さんの性格と性質を知っていて、それで今回のじゃあ趣旨は何なんですかっていうことと、それによってどういう効果が欲しいんでしょうっていうことでヒアリングをして、その方向に合わせて自分ができるスキルを提供していくように書いていくわけですよね。ですので、そういうすでに状況を知っていて分かってる状態でやる企画書っていうのは、当然ですけど、ある程度あいみつもりになったとしても採用確率が高い状態で作っていけるので、そんなにがっかり感とか残念感はないんですよね。ですけど、例えば自分が憧れの企業とかがあって、そことなんとかお仕事ができないかなというふうに思って、企画を上げる時には、その企業さんにおいてですね、メリットがやっぱり一番分かりやすく、トップにボーンと書かれてないとですね、企画を読む方っていうのは決裁権限を持っているか、もしくはそのさらに上ですね、決裁権限を持っている人に一番近いところの、その人の時間を奪うわけにはいかないので、その手前のところの精査をする役割をする人っていう人は忙しいんですよ。いろんな仕事を抱えている中で、でその中で一元さん的にパッと企画を出してきたとしてもですね、読むのも時間がもったいないっていう感じなんです。おそらくこの雰囲気っていうのは、出版社の編集者ですね、その本をどうしようかっていう企画書って本もあるんですけど、その企画書を出された時にそれをこう見て、その作者と会うか会わないかを決める、そういう人と多分似てる。入り口の人って大概どこの会社でもいるんですよね。そうすると、その人の時間を奪ってはいけないんですよ。わけわからん企画書を作ってですね、出すと、最初の2、3行、どういう企画なのかがまずボーン分かって1行かもしれないですね。もしかしたらそのタイトル的なものとか、その1行見て下を読むか読まないかを決めるわけですよ。ですから、その企画が通る通らないっていうところは、その
読む担当者の気持ちになってですね、これは一体何を提案しているのだということが一発で分かるように、もう特にトップの、出だしの一行、ここ結構大事ですよね。ここはホームページのキャッチコピーと違って、考えさせたりびっくりさせたりっていうことじゃなくてもいいんですよ。企業向けは端的にこれは何を提案しているものですが、まずバーンっていう一番上のところにですね載ってるといいんですよ。ですからイベントも割とそれに似てるんですけど、イベント企画の場合にはさらにその消費者エンドユーザーにそのまんまっていう場合が多いので、その方たちがおっていうのを、見るようなそういった内容にしなきゃいけないので、ちょっとだけ作り方とかね変わってきたりとかしますね。ですので、まあそうですね、例えばそうだな、塾とかがあったとしますね、学習塾とか、まあ、そこに、まあ、自分が何かその塾とタイアップをしてやりたいっていう時に、夏期講習キャンペーンとかの実施企画とかっていうのをねやったりとかして、夏期講習で要はその塾の方がですね、夏の書き入れ時に生徒さんを集めようとしている時に、その参加者が増えるようなイベント企画を自分が作れるとすると、だからお料理とか教室とかそういうの関係なしには言ってますよ、提案する側の立場として言ってるんですけれども、その差別化のためのキャンペーン、こんなことができますよみたいなことがバーンとまず最初に書いてあって、要はその会社さんのメリットがやっぱり一番大事ですよね。読むか読まないか決めますから。でその内容はこんな風にしてやっていく予定ですよ、企画案そして実施方向はこんな方向で、概要はこんな感じでやっていきます。で大体、予算と、実行時期はこれぐらいみたいな、そんなのがこう A4 1枚ぐらいにまとまってる感じで、まず目を引いて、そしてそれが通ったら初めて細かい打ち合わせとかになっていくので、この企画書を作るとき肝になるのは、その相手の会社さんとか相手のそうですね要望というか、どういう意図と方向でその会社が動いているのかっていうのを、やはりホームページ隅から隅まで読まないとですね、わからないんですよ。だから自分が個人事業主ですごい世間の人が誰でも知っているものすごい大企業にいきなり個人はいけないです。例えば私携帯 au 使ってますからね、 au に行くとかですね、それ無理ですよ。受付で門前払いされる、そうではなく、ある程度自分と組んでも大丈夫そうな、そしてその法人さんにとってメリットがあり、自分もそことお付き合いできるのが嬉しいなっていうところを見つけたとしたら、その企業理念とか方針とか、どういう流れで今動いているのか、そこに対して自分がどんな提案ができるのかっていうのを分かりやすく、読む人にお手間をかけずに読んでもらえるように企画書って作らないとダメなんですよ。だから私企画書セミナーとかもやったことあるんです、法人向けの提案ので。最初皆さん慣れないので、なんかこうちょっと的外れな企画書とか上がってくるんですけれども、その法人さんの本当に望むことは何なんですかっていうのをこう質問形式で深掘りしていくと、まあ、本当のきっとこれなら通るかもしれないっていうニーズ、ないしは聞きに行くことができるような状態で、企画出してよって言われてる状態で参加された方なんか分かりやすかったですね。これこれこういう条件がこうあって何やってっていうのを分かった状態で、じゃあこのホームページにこんなこと書いてあるから、そこを捉えて企画を作ってみたらっていうことでやるんですね。要は向こうが言ってることに 100% 答えるのはある意味当たり前なんですよ。担当者として嬉しいのは100なのを120とか150にしてきた企画、お金がかかるとかじゃなくて、内容が自分が考えつかなかったことをこの人は提案してくれてる、すごいという内容になって初めて対等になります。だから特にこちら側から仕掛けたい場合には100じゃダメなんですよ。それだと御用聞きになりますから、これをやってね、はいわかりました、
全然面白くないです。これをやってね、これはどうだっていう、このあたりができると向こうの信頼度がぐっと上がりますので、競合他社よりも目立った状態で次へ進める可能性が高くなります。だから言われたことを企画にするのは当たり前で、それ以上プラスアルファ2個か3個ぐらいですね、エッセンスをつけてあげて企画案作ってあげるっていうのが、法人向けの企画書の基本セオリーなんですよ。だから、大概一発で企画書セミナーで法人向けのここに出したいっていうので一発で OK 出したことがある人は一人もいません。だけれども、話を聞いてインタビューをして深掘りをして3、4回直すと大概通りやすい企画書になりますね。今んとこちゃんと本当にそれで提出した人は大概何かしらの企画が通ってますね。だからそこまで逆に言うとやる人が少ないっていうことです。教室の先生レベルだったら、法人だったらやりますよ。その私が教えることができるスキルがあるのは、部下の添削をしていたからっていうことと、自分自身がプレイングマネージャーとして動いていたので、自分自身も企画を実際に法人と出会って通しているからということですね。だから法人のどこに惹かれるかっていうツボも提案する側としても分かってるし、される側として企画書を目を通して社長にあげるかあげないかの決裁をするのも私だったので、そういった状態で見ている目で企画を見るので、面白くないなっていうか、いや言ってることがわからんとかいう企画書とかもね、ありますから、そのあたりをやっていくので、通常の個人の方を説得するよりも法人の方が難しかったりします。で、じゃあもう一つ、その集客しやすいイベント企画との共通点は何なのかっていうと、結局集客できるイベントっていうのは、呼ぶ方のことをどれだけ知り尽くして、それに合った内容を提案できるかなんですよ。これ法人のプロセスと一緒ですよね。法人の場合にはホームページとかがあるから見やすいんですけど、個人の場合にはないので、自分が決めた、ないしは集めやすい、その方たちが喜ぶ塊の属性を見出して、そこに向かって発信するっていうことが必要になりますし、メリット重視ですよね。1行目のキャッチコピー的なものとか、その下に続く文章で読むかどうか皆さん決めるはずなので、ここも面白く作らないといけない。これは法人の企画よりももうちょっと飛んだ感じで多分作る必要があります。だからどちらもね、メリット重視なんですよ。人は自分のことにしか興味がないので、自分にとってこれいいなって思うことに敏感です。それは企業であってもそうです。会社としてこの方向性でいくのはすごく会社にとって伸びるし、いいことになるなっていう。会社の場合には必ずしもお金ばっかりじゃない場合もあるので、ブランドイメージが上がることに対してはそれもまたいいなっていうことでゴーサインが出ることが多いです。個人の場合には単純に感情とか気持ちとか、そうなれるといいよねっていうことが叶えられれば OK っていう感じになるので、どちらにしても相手の心を読み切った上で、喜ぶものを100%ではなく150%で提案していくっていう、ここは共通点ですね。で、なので、イベント企画が上手な人は採用されやすい法人企画作るのも上手なんですよ。それはお客様を見てるからです、いつでもね。なので、自分が作りたい企画ありきで作らないっていうことなんですよね。これよくやりがちですよ。自分が自分のレシピを企業に採用してもらいたいから企業に企画書を書くと、多分大概ダメになりますね。だって自分っていうのが主語になってるからです。その企業さんにとってそのレシピが本当に役に立つんだったら、その役に立つ理由を解説して説得しないといけないので、そのプロセスが抜けてる人が多いなっていう印象があります。この考え方が変わるだけでですね、もちろんホームページも変わっていくし、ブログの書き方とかオファーの出し方が変わっていくので、集客しやすいというか、集まってくるような状態を作りやすい、環境を作ることができます。なので、まとめるとですね、採用されやすい法人向け企画書と集客しやすいイベント企画の共通点っていうのは、自分のことよりも相手の
メリット重視で企画を組むことができるかどうかがその1、その2は相手のことをどれだけ知り尽くすことができるかっていう事前調査とマッチングですね、要望のマッチング、これをさせることができるかっていうのがポイントになってきますので、そんな2点をですね、特に重点的に考えてやっていただければなというふうに思いますので、頑張ってみてください。それでは。